えー、今回紹介する動画はイエス・キリストからこの週末に生きる全ての選別者へのメッセージの12番の動画ですね、まあ、不信仰なもの、まあ、なぜいけないのかといったことがわ、えー、かる動画です。で まあこの信仰ですね、まあ、不信仰なものはなぜダメなのかといったことがあの非常に詳しくあの述べられていますただ、信仰というものに関しては先輩がその後半ので言っているんですけどが、まあ、本来ならばまあこの信仰というものはねあのこの信仰について語ろうと思ったらものすごくまあ時間がかかるんだと。だから 本当はものすごくやばいぐらい時間がかかるんだけども、まあ、この12番の動画を通して、まあ、非常にね要点を絞ってまあ説明したっていう内容があの語られてますで実際ねあの動画を今視聴すると分かるんですけども非常にあの体系的にねあの分かるように要点の方を絞って説明してくださってますですから信仰、あのー、っていうとどうしてもねものすごくその難しく考えてしまいがちなんですけども、まあ、この この中で,、えーっとですね、非常にねあの分かりやすくねあの述べられてますで、まあ、実際その信仰っていうのは、まあ、生き物と同じであるといった説明があります、まあ、常に意識して育んでいないと、まあ、すぐに弱ってしまうと、まあ、これはそのヘブライ人、まあ、ヘブル人への手紙の 12章の一節の中で「まあ、絡みつく罪」というねものの中でその言語の意味を知ると、まあ、信仰はすぐに弱ってしまって、まあ、ヤファエの的からすぐに外れてしまうことを表しているんだといった説明がありますので、まあ、そこからね、まあ,あなるほどこういったポイントをねしっかり押さえなきゃいけないんだということが分かります、まあ、これはねやっぱり再勉強したからやっぱり分かることなんですね。 やっぱりその当時、確かに動画ではしっかり視聴者はしてたんですけども、やっぱりこうポイント、ポイントをまとめていくと、やっぱりその新たな発見がありますし、それがまあ今後の,ねその今、最新の動画である「ハルマゲドンの決戦にあなたは食われますか?」のシリーズのまあ後半戦の方にまにつながっていくということですね。ですから、ぜひもう一度ね皆さん、この時期だからこそまあ再勉強していただいて、各自でそのポイントをまとめていただけたらと思います。そううすることでねこの進行ととののいもが まあいかに大,大切な、大事なものであるかということが分かりますし、その信仰とは何ぞやということがまたはっきりとね、分かると思います。ですから、ぜひね、あのー、再勉強の方をよろしくお願いいたします。本当に勉強になる動画なんで、よろしくお願いいたします。この時期だからこそ本当にね、勉強しておくと新たな発見がありますので、本当にね、あのー、よろしくお願いいたします。ぜひ動画の方の視聴をよろしくお願いいたします。今回は以上です。ありがとうございました。